どうすりゃいいんだろうな。あと一時期俺カリビアンコムにもちゃんと会員だったことあるよ。あれね、上原への無修正が見放題になるんだよね。カリビアンドットコム。しかもあれなんだろうね、料金の支払い方がドルだから一瞬怖くなるんだよな。大丈夫かなこれみたいな。個人情報を引き抜かれないかなみたいな。カリビアンコムって俺が多分中学生ぐらいの頃からあるんじゃないの中学生は高校ぐらいか。あれも元々ね、あのー、親のクれカで <laughs>、親のクれカで <laughs>、 誘拐したことある。忌まわしき過去。で、親に、このカリビアンコムって引き落としされてんだけど、あんた、もしかして勝手に使ったって言って、まあ、バレたんだけどさ。<laughs> で、土下座して謝った。うん。すいません。実は、あの、僕は、本当は、本当に、そういうエッチなビデオに対して、お金を払いたいんですけれども、でも、私は、その、今、高校生の分、あの、分罪で、 あの、お金も、その、要は、その現金なら、まあギリギリあるけど、それを、あの、ネットで決済する方法がありませんと。だからお母さんの、あの、クレジットカードを使うしかないんです。でも親もさ、親も相当情弱だからさ、あの、俺がさ、ワンクリック詐欺、あの、エロいサイトのさ、ワンクリック詐欺で、なんか、 あのー、要は、勝手に入会完了したから50万円支払ってくださいっていうのを親に相談して、親も一緒に、どうすればいいんだ、これ50万払えばいいのかみたいな感じで、一緒にあたふたしてくれるから、普通にそれは、なんだろう、いい家計なんだろうな。<laughs> 一緒にテンパるんだよね。<laughs> どうしよう、俺これ50万円払わなきゃいけないのかなもしかしたら払わなければいい手段もあるのかもしれないみたいな感じで、なんか叱るべきところに相談してみようみたいな。なんだかんだ言って俺は愛されて育ってきたのかもしれない。 ごめんな、感情。うーん。